はい、ありがとうございます。先ほどまでは国際協力に興味を持ったきっかけっていうところから、今プロジェクトをやっているきっかけっていうところもお話しいただいたんですけど、ちょっと今やっているプロジェクトの具体的なお話をお伺いしたくてですね、そのプロジェクト名からもう一回お聞きしてもよろしいですか？プロジェクト名は心と世界の掛け算プロジェクトです。はい、ありがとうございます。開始したきっかけっていうのは先ほどの動画でお伺いしたので、今そのプロジェクトでどういうことをされているのかっていうところをお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、実際どんなことをされてるんですか？そのプロジェクトは主にインドのチャリティーでやってるキンダーガーデンの卒業した後の小学校を続けていけるようにお金を日本で集めて毎年送るっていう、まあ基本的な教育費を集めるっていう、だから教育をなんかするとかっていうよりは教育費を日本で集めてそれを送るっていう活動ですね。だからそれを向こうの活動を日本でアウェアネスを上げていくみたいな感じです。そういうことですね。実際そのキンダーガーデンに上がって、その後小学校に上がるわけですよね。でもそこに上がれない人たちもいるという背景もあって、そこをカバーするっていうところをされてるんですよね。なるほど。それってどういう料金プログラムとかでやってるんですか？それもその年間480ドルなので、まあ、最初は1人の子に対して1人のスポンサーっていうふうに考えてたんですけど、あ、そういうことですね、うん、ただまあそれがキンダーガーデンの後は10年間なんですよ。あ、そうなんだ。10年間で、その後に大学、じゃあ1人に対して1スポンサーという形で継続支援していただけるようなプラットフォームみたいなのを楽しむ。最初はそれで1対1でやってて、でも今はボランティアでやるっていうハードル下げたくって、1000円からでも参加して、そのお金をプールして子どもたちを支援するっていうのを買いました。そういうことですね。だから1人のインドの子どもに対して複数のドナーの方がいて、その方がずっとご支援をしてもらうような感じになるんですかね。なるほど。じゃあ最低金額は月1000円からでも大丈夫ですか？月とかも決めてなくて、1回だけでも OK っていうふうにしてます。だから1対1は継続するっていうふうになって、でもそれ以外は1回でも2回でも3月4月くらいに集中して集めて、でそうまとめて送るっていう。あ、そうなんですね。じゃあ送る年数は年に1回送るって感じですよね。実際それって今何名ぐらいの方から寄付とかを集められたんですか？今、いや正確にはちょっと毎年変わるので、でも70何人。そうなんですね、すごい、うん、そこから、まあ、いわゆるキンダーガーデンで卒業される方とか、その方に対してアプローチすると思うんですけど、今何名の方に対してドナーができているような感じですか？去年は140人、うん、140人、はい、実際140名の方をサポートしているとしたら、ドナーの方の声もあるし、実際にサポートしている方の声もあるじゃないですか。どういう声それぞれいただくんですか？日本のドナーさんからは関わらせてもらって、すごいありがとうございます、お礼を言ってくださって、はい、もうこちらこそありがとうございますみたいな本当にいつもありがとうございますじゃあそういう方に対しては何かフィードバックみたいなのってするんですか？子どもたちの通知表が年に2回行って、であとはお写真とか。そうなんだ。でツアーもやってるので、はい、今はコロナで行けてないですけど、前は年に2回ぐらいツアーをしてて、ドナーさんで会いに行きたい人たちは会いに行ってます。あ、確かにね、うん、サポートしてる人たち実際に会いに行けたらいいですよね、確かに。ちょっとジェームスさんについてもちょっと聞いてみたいんですけど、はい、ジェームスさんって何されてる方なんですか？彼宣教師なんです。そういうことなんですね、はいはい、でもずっとインドにいらっしゃるんですか？彼はインド人なので。あ、なるほど、はい、じゃあもうインドで宣教師でされていて、はい、でかつチャリティーのキンダーガーデンも開いていると。そうですそういうことなんですね。そうなんです。そのジェームズさんはそのキンダーガーデンを複数持ってる感じですか？今は8つかもうちょっとあるかな。そんなあるんですね、うん、だから何千人もの子供たちが通ってます、はい、すごい結構すごい規模です。本当にどんどん毎年増えてて、はいはいはい、ちなみにジェームズさんはインドの首都とかにいらっしゃるんですか？はい、それともなんか、バンガロールの南インドっていうところ。バンガロールなんですね。めっちゃいいですね、はい、バンガロール、はい、スタディーツアーもじゃあバンガロール行かれる？そうですそうです。めっちゃいいじゃないですか。いいですよね。そうなんだ。ぜひ行ってほしいですね。ホームページとかに載ってるんですかね？そうですそうです、はい、概要欄にホームページのリンク載せておくんで、気になった方はぜひ確認してみてください。はい、ちょっとじゃあプロジェクトのお話に戻りたいなと思ってるんですけど、はい、プロジェクトで今何年目ですか？そのプロジェクトをやり続けて今年で10年目。やば、大ベテラン。2012年なんでその中で、はい、10年もあるわけじゃないですか、はい、大変なことも嬉しかったことも印象的に残ってるところ聞いていきたいなと思ってて、10年も運営してたら一番大変なことって何があるのかなってちょっと聞きたいんですけど、うん、一番最初に意識したことが継続できるかどうか、はい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 、継続性をすごい考えて、すごい活動しようっていう思いで始めたわけじゃなくて、もうそのテーマが今できること、今自分にできることをするっていうテーマなので、それをすごく意識しました。あ、なるほど。だから自分が無理にならないように、自分が自己犠牲になり始めたら意味がないなってすごい感じてたので、そこだけは気をつけて
けようと思って、だからなるべく大変にならないように、はい、考えてやってたので、そうなんです。でもそこの調整ってできたんですね、はい、そうですね、多分基本的に好きでやってるので。あ、そういうことですね、うん。まあ、ただドナーの方とかってアプローチしないとお金とかも集まんなかったりもするじゃないですか、はいはい、そういうところに焦りとかって出るのかな。そうですね、そこだけですね。唯一焦りというよりは毎年ドキドキしますね。プレッシャーですよねドキドキします。子供たちもいるし、それをもう見てるからそうなんですよ。だから一回サポートし始めた子供たちは絶対に途中でやめますとかっていうのだけはしたくないと思って、途中であごめん来年はいけないとかっていうのは、それは心が痛すぎて嫌です。いやでもそれって結構難しくて、人数が増えれば増えるほど。そうなんですよ、プレッシャーなんですいやきつ、そこだけですね。一番大変ですねやっぱり。まあ、でもその分感動が大きいので。まあ、確かにおっしゃる通りですね。ちょっと1点今10年されてるじゃないですか、はい、先ほどお聞きしたんですけど、キンダーから上がってインドの大学を卒業するまで10年じゃないですか。高校卒業した方って見られました？1人いますね。え、どうですか今その子は。大学行って、はいはい、今先生になりたいって言って、またその学校で教えてます。え、すごくないですか。やっぱ継続ってそうなるんですね、うん、確かにね。学校の先生になりたいって言って、自分もここで勉強できたからここまで私も教えて貢献したいっていうことで、はい、そしたら今後ずっと回っていきますね、そのシステムが実際庄中さんがキンダーから卒業してから高校卒業して今戻ってきたみたいな感じになってるじゃないですか。嬉しいですよね。いや嬉しいです、嬉しいまあ10年やっても人が増えれば増えるほどそこに乗ってくるプレッシャーがかかるし、かつサポートを途中で切るってそれは無責任っていう判断になっちゃうから、お金を集めていかないといけないっていうところは確かにありますよね。そうですね、サポーターさんの事情はやっぱりどうしてもあるので、もちろんそうですよね。そういうのは絶対無理に10年とかっていうふうにはできないので、もちろんもちろん、まあ、その分私がカバーする覚悟だけはキープしようと思って、うんうん、なるほど。じゃあやっぱり自分としては1回関わったら最後まで関わるっていう信念は持ってるというところですね。他に嬉しかったことってありますか？この活動やっててすごい一番嬉しいというか、やっててよかったなと思うことは、日本人の与えたいっていう心、貢献したい心とたくさん触れる機会があるじゃないですか、こうお金を集めてるの で、 ね、それはすごく嬉しいなと思いますし、なんか結構日本ってこう寄付する文化ないから難しいんじゃないですかとかってちょこちょこ言われるんですけど、はいはい、結構あとサポーターさんも皆さん裕福だからしてるとかそういう感じは全然なくて、意外と結構若い方も多くて、それがすごい私的には感動というか嬉しいですね。そうなんですね。もう20代とかでも自分も結構キツキツだけど、自分は今できることからしたいっていうので、一人の子をスポンサーできるぐらいはできるから、ちょっとキツキツにはなるけど、そうしたいっていう思いがあること自体がすごい感動じゃないですか。いや本当そうですね、うん、すごいな。そうなんだ。そうだから、お金持ちになったら寄付するとかっていう考え方はなるべく避けたくて、なったらやるとかっていうのは基本的に多分世界で成功されてる方もそうじゃない時から行動してますよね、うんうん、その思いだから、それが1000円からでも全然いいと思うんですよね。そういうことですよね、うん。まあ、だから嬉しいなって思うのは、自分のやってることとかで賛同してくれて、そこに金額ではなくて思いを寄せてくれるっていうのも本当に嬉しいですよね、うん、それが一番嬉しいですね。まあ、そこは全然お金とかっていうわけではなくて、共感してくれたりだとか、こんな感じなんだって新しい発見を見てもらったりだとか、そういったところだけでも全然嬉しいですよね。そうですね、確かに。だから子供たちの成長が見れるっていうところと、サポートしてくださる方がちゃんと共感してくださったりだとか、うん、そうですね、はい、ありがとうございます。日本人って素敵な人多いですはい、ありがとうございます。じゃあちょっと今されているプロジェクトのお話っていうところを深掘りをちょっとさせていただいたんですけど、はい、ちょっと次の動画ではインドにすごく長年行ってらっしゃるんで、インドっていうところの魅力をちょっとお聞きしたいなっていうのと、今やっている心と世界の掛け算プロジェクトの今後の展望っていうところをお話をお伺いしようかなっていうふうに思ってます。この動画が面白いなと思ったりだとか、楽しいなと思ったら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。